もピアキングです。今日はですね、みんなでバトルやっていきますか。でね、最近さ、あの YouTube の検索でね、ピオキング外役って出るようになったんですよね。誰だよこれ検索してるの。なんか悪魔みてえじゃん。小学2世が小学2世で何なんだ2世って。これもスター取った人の勝ちじゃん、絶対。そう、私取ります。来ました。これは上から行こっか。上から行ってよし、で右に行ったらいける。多分そんな予感がプンプンします。ありがとうございます。うまくない？ここにとどまるのうまくない？そういえば最近ね、なんかピオキングモドキがいるみたいな聞いたことあるんですよね。めっちゃ見てみたいよね。どんなんなんだろうピオキングモドキって。なんかめっちゃ挨拶してる。どっちに挨拶してんのかな、キノピオと僕。どっちかわかんないね。じゃあこのまま上行こっか。上行って安全取ります。絶対下の方が安全。ナイスマリー、ありがとう。この猫は大事にするよ。オッケー、この猫で勝ちます。あービビった今。絶対やられたと思った。あ待って、いや今違うんだって。いや違うんだって。いやこれも違うんだって。じゃあね、さっきに土管入ったらね、こんな待ち受けてました。こんなパックンが待ち受けてました。でこっちに来てくださいって書いてる。ルイージ待ってくれてるパターンですか。ちょっと待ってね、ルイージの恋人が行きますから。こっちでいいのかな、こっから行こっか。よし、マリオ抜いたね。あ、キノピオは、キノピオはどうした。お疲れ様。キノピオ見た今、なんかね、みんなに挨拶してる。めっちゃ優しい人だね。わ、これはオッケー、よし取りたい。いや、オッケーオッケー、うますぎ、うまい、見ました今。ここはもう中間ポイント取らんでいこっか。いやてか、うまくない今のあれ踏むの。オッケー、わ、キノピオがマジでプレッシャー。待って、うまくなかったこのコース、ノンストップだよ。神ったわ。これは左のドアに入るか右のドアに入るかなんですけど、僕は左。いやちょっと待って、右あんの。あぶねあぶね、ここはキノコ取っていこう。いや待って、ここ一回さスタートからやり直しして、あ待って、コイン条件見てなかった。コイン200枚いるのね。っていうことはどっかいっぱいあるんじゃない。待って、これいらんくね。何この P スイッチ、なんだろう、なんだろうねこの P スイッチ。このまま右行って、あ、なんもね、多分左に行けばあるはず。それかこの、あ、なんか左上ありましたね、見えました、なんかありました。よし来た、待って MR、 MR 待ってくれ、ちょ MR、 MR、 うわっ、あっ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 、スーパースターのままゴール、あんまないパターンだね。いや好きだよそういうの。まあスター取ったらね、疾走感があるじゃん、あれめっちゃ好きなんですよね。うわ早えみたいな。オッケー、スーパースターはどこで出んのかな。とりあえずこのまま行ってみます。こうオッケー来た、でこれ乗っていこう。うわ乗ってきて、乗ってきて、ほっ、オッケー。短いなーコース。でこれはなんだろう、ここでスターが出てくるのかな。いや違うっぽいね、ここスターっぽくないよ。オッケー、ここでキノコ取りました。でこれは、うわどっち、こっちでいいのか、大丈夫こっちでいいんですかね。いやバネナイス、うわスネークロック早く行って、オッケーオッケーオッケー。でここで取り、あー乗れないね、乗れんけど、まあいいか、どうせ上に行って、でこのまま待って、あれ乗った方がいいパターンじゃない、大丈夫かな。一応この線の通り行こっか、線の通り行けば行けるはず。来た、来ました、スーパースターどこ、うわーまだ焦らすね。焦らしまくりだね。でこのまま下行こう、オッケー、でここで乗っていこう、多分こっち早いよ。で下行って、で下の土管入る感じね。うわ楽しい、こんなに差があったら楽しいね。もう僕完全に独壇場だね。あこれは何だろう、なんか下か、下行って、で左のあの P スイッチのあれ持ってこないか。うわマリオ来たー、やべやべやべ、マジか、マリオ来てんのか。あマリオそっちから行く感じ、そっちから行く感じですか。多分そっち行けないもんね、待って戻ってこないでね。うわでここで踏んでいこう、ほっ、うわ待って、ここ踏めね、一番上で踏めね、オッケー、うわかっけー、こんな回り返すんの、はい、やべえ踏めー
ここでこうして、そしてここから踏む。うわ、むずけえ、踏むの。ほっ、よし来た。あ、マリオは、え、マリオどこ行ってんの。これはこっちかな。うわー、待って、マリオそっち行ってる。あれ、こっちなんだろう。マリオエースターどこにあったの。そんな感じか。よし、これでラストバトルにします。多分ね、ここまだいけるよ。ここは難しいもんだって。だからね、あのルイージとか多分戻ってくると思うんですよね。一応2人戻ってきてるしね。オッケー。しかも私の得意なあのニュースーパーマリオブラザーズ U だったっけ、これニュースーパーマリオブラザーズ U かのスキンですね。あ、ルイージは、あ、ルイージ戻ってきてる。あ、戻ってきてない、どっち。ちょ待って、やべ、後ろ見えねえ。あ、いや戻ってきてる。熱すぎ、来ました。うわ、難しすぎ。ちょっとやべ、ちょ、アイテム取っていくあれないね、時間、暇ないね。で、このまま右行こっか。うわ、下から行かな。うわ、見えた、今ゴールあったよね。うわ、ここマジあれ欲しいね。いや、やべ、何やってんの。大丈夫、大丈夫、ここマジアイテムいるわ。これあったら絶対いけるよね。いや、もう当たってもいいんで行きます。ここはもうキノコ状態さえあれば私行ける自信があるんで。で、ここでこう、オッケー。そしてこのまま右で安全に壁キックいや絶対普通に行けたよね今。これで最後にします。なんかめっちゃ可愛いね、ラストバトルっぽい。最後のバトルにふさわしいね。見て、右ハートとスターと花があるよ。めっちゃ可愛いよね。あ、待って、なんでジャンプしたんだ今。いや大丈夫、こんくらいぐらいハンデだね。誰だったっけ、あ、マリオか。オッケーオッケー、これ避ける感じ。待って、これ全部引っかかってる。待って、これさ、キノピオ抜くの早いみたいなあったっけ。なんかそんなあったような気がするんですけど、なかったっけうわ、これはバーがあるね。キノピオ諦めてる。待って、キノピオ早いよ、諦めるのはマジ早い。オッケー。で、キノピコは、いや、ルイージが一番速そう今。ここのマジレバーが邪魔くせえ。で、上、オッケー。で、次は、次は多分ファイヤーボールを持ってこないけんっぽいね。いや、ルイージあれしてる、苦戦してる。オッケー。いや大丈夫、ほっ、よし、チャップチャップ、よし。で、ここでファイヤー取っていこう。で、右、いや待って、これは、ほっ、よし、勝った、これは勝ったよ、いけー。うわ、出た、出ましたね、最強ラガー、めちゃくちゃ強い。7200台はやばいね。容赦なくいきます、僕こういう時こそ害悪でも何人でもなろうおいおいルイージ、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。